メイデイメイデイ、はい、レオンチャンネルの大量画の動画へようこそ。獣王者放送前ということで、1月はいつも通りデラックス玩具少なめですけど、今週も色々と発売されました。まずはゴーストチェンジシリーズの新作ですね。08のゴエモンゴースト&リョーマゴースト、定価は2600円で今回は2080円で買いました。闘魂ブースト関連のゴーストは8色明るめですね。これは着せ替えが楽しそう。さらに同じゴーストからプレックスのプルバックミニマシンゴーストライカー、これを980円で買ったのと、特警ウインスペクターのファイヤーも出ました。定価は6000円で今回は4800円。ファイヤーのみが一般販売で、バイクルとウォルターはプレ版限定みたいですね。さらにサンリオ超合金シリーズから超合金マイメロディーも出ました。もうすでにすごい重くって、モードチェンジ面白そうですね。定価は5400円で今回は4860円で買いました。さらにロボット魂のバイファムツインムーバー装備バージョンが出たのと、スターウォーズアーツからオビワンケノービも出ました。エピソード1バージョンですね。あとは妖怪メタル U から絆創膏シリーズが出たのと、アナ雪関連でキャッスルクラフトコレクション、定価は2700円で今回は2160円。これはランナーからパチパチとパーツを外して組み立てることで、エルサが映画内で作った氷の城が完成するみたいですね。ライトアップ LED もついてるみたいで面白そうなので買ってきました。あとはプレ版限定のウルトラマンティガ、光と闇の最終決戦セットも買いましたので、プレ版限定バージョンと比較しようと思ってソフビのガタのゾーアを買いました。アマゾンで定価より安く売ってましたね。そして年末に買った RAH の仮面ライダードライブが個人的にすごく良かったので、同じメディコムトイから発売されてる PBM の仮面ライダーディケードも買いました。これは定価が約2万円で今回アマゾンで1万5000円で買いました。残り1点だったのでほんとギリギリ買えましたね。ということでまた色々買いましたけど、レビューしなきゃいけないおもちゃが結構溜まってますから、とりあえずこの辺もレビューしつつ順次動画をアップします。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。